2054年7月、地球は謎の異星文明同士の戦闘に巻き込まれました。私たちの技術水準をはるかに超えた兵器による戦闘、その理由も知らされないまま地球は蹂躙され、大地は焦土と化しました。事前に地球圏への戦闘の波及を察知していた統合政府は地球種範移民計画を発動。世界の主要都市からは数多の恒星間移民船が飛び立ちました。45億年の間、私たちを育んでくれた故郷からの脱出ですが、移民船の多くは重力圏離脱の最中に撃ち落とされ、無事脱出できた船はごくわずか。私たちの乗る白芸はそのうちの一隻でした。地球を後にし、放浪の旅に出て2年、地球圏での戦闘から幸運にも生き残ることができた私たちでしたが、ついに異星文明の追撃部隊に見つかってしまったのです。軍の決死の応戦と一人の英雄の活躍によって追撃部隊は退けられました。激しい戦闘で白芸の指揮官の大破、航行能力を失った白芸は未知の惑星の重力につかまり、船体を崩壊させながら墜落していきました。2ヶ月が経ちました。
雑魚相手に何発使うつもり？お手並み拝見ね。崩しなって。よろしく頼むわね。よろしく頼むわね。よっ。崩してきよった。はっ。うん。さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。え？お供します。崩し。はい。戦い。はい。外部入力を受け付けました。10秒後にスリープを解除。7、6、5、4、3、2、1。解放します。よかった。まだ生き残りがいたのね。大丈夫？あまり無理しない方がいいわ。たった今目覚めたばかりなんだから。この辺りに落ちていたのはあなたのポッドだけ。見つけられてよかったわ。私はエルマ。あなた、名前は？自分の名前がわからないの？記憶障害ということかしら。困ったわね。本当に何も思い出せない？
いい名前ね。他のことはどう？そう、あなたの状況については少しずつ教えてあげるわ。どう？動けそう？目覚めたばかりなんだから無理はしないでね。ゆっくりでいいから行きましょう。とりあえず装備品をいくつか渡しておくわ。まずはこの渓谷を抜けましょう。白芸が大破した時、ポッドの多くはこうして放り出されてしまった。あなたは幸運だったと言えるわね。ああ、白芸のことも覚えてなかったのね。白芸は地球脱出船 LWO2 の通称。地球のことは覚えてる？あなた、いえ、私たちの母星、母星だったと言うべきかしらね。地球はあの日、異星人同士の大規模な戦闘に巻き込まれて消滅してしまった。何か思い出した？無理はしないで。少しずつ思い出していけばいい。でも今はのんびりしている場合じゃないみたいね。ここは楽園ではないわ。襲い来る敵とは戦わなくてはならない。どう？戦える？なかなかいい動きだったわ。武器の扱いも問題なさそうだし、これならすぐ仕事につけそうね。興味を持ってくれて嬉しいわ。きっとあなたに合うものがあると思う。詳しい話は安全なところに移動してから。さあ進みましょう。
いろいろ